こんにちは、プロ棋士の柳沢です。今回は横浜囲碁サロンのね、藤森さんからの依頼を受けまして、オンライン囲碁大会の棋譜の解説をしていきたいと思います。今回は初段対2段、2段対3段の方の対局を解説していきます。その2局ですね、やっていきたいと思います。それぞれね、まあ良かったところとか、まあ僕だったらこの場面はこう打つというところをね、まあ特に気になったところをピックアップしていきたいというふうに思います。視聴者の皆様にも参考にしていただけるんじゃないかなと思います。それでは早速見ていきたいと思います。まず1局目は、初段対2段の方ですね。黒番が、囲碁パンダさん2段の方、そして白番がサラ2014さん、初段ということで、それでは見ていきましょう。まあ、黒3連星からこのコスミですね。このコスミはね、まあ竹宮先生がね、一時期よく打たれたイメージが強いですけれども、最近竹宮先生これ打たなくなっちゃいましたね。なんで打たなくなっちゃったんでしょうか。ぜひまた見たいですけれどもね。まあ、黒の方はおそらく大模様がお好きなんでしょう。さあ、ここで、まあ、白はね、早めに黒の模様をね、消しに来ましたね。はい、十分ある手だと思います。まあ、ここで黒がね、挟んでいったのも非常にいいですね。まあ、これはイメージとしては白がこう逃げてくれば、調整でね、こちら側を白攻めながら右側をね、地にしていくというのが黒の理想的な展開ですね。まあ、なので、白がこうつけていったというのも捌きの筋ですね。で、ここで黒はぶつかって跳ねていったんですが、この打ち方はね、これ僕だったらこれはしないですね。自分でしたらこれはまあ、跳ねですかね。自然なのね、つけには跳ねようですね。まあ、これでもしこんな感じでくれば、やっぱりこの右側がね、自然に固まっていくので、黒が全く不満ないですし、なんかもしこういう風にさばきにくれば、切って次ですね。かけ次ではなくて、次ですね。はい。まあ、これでこの主張がね、黒いいですからね、この壁が待ってて。まあ、なんかこういう感じで戦っていこうかなという風に考えます。実際はね、やっぱりここに跳ねられるとね、この二目の頭を両側から跳ねられてる形ですよね。まあ、頭とお尻を跳ねられてるような形ですけれども、これがすごいダメ詰まりの形でね、ちょっと嫌なんですね。さあ、で、ここで、まあ、白抑えて開きというふうに打ったんですが、実はこれちょっとチャンスを逃してしまいましたね。これは白、切るチャンスでしたね。ここで切っていきたかったです。切れば黒、こう打てませんね。両あたりになっちゃいますから。伸びぐらいになりそうですが、でまた張っていってね。で、これまた押さえると、まあこれどっから切ってもいいですけど、はい、ここ切られてね。これは黒がひどいことになってしまいますので、これはまた伸びざるを得ないと。で、また張って、まあこんな風になれば、ここの黒字がすごい減りましたね。減りましたし、白地ができたというのと、まあ何より大きいのは、この白がもうこれでね、収まっちゃったんですね。はい。で、この白が収まってしまうと、なんだったらね、この黒が弱いですよね。これも攻めの対象になりますし、まあこれまた白がね、先手でなんかこっちの方にね、先行してしまうこともできますので、これでしたらね、白が一気に優勢になっていたと思います。実戦これはね、ちょっともったいなかったですね。はい。で、まあ黒のこの手は非常に雰囲気のいい手ですね。で、ここで白がこのように、まあなだれていったんですけれども、この辺の打ち方はね、できればこれはあまり打ちたくない手ですよね。まずこれは僕だったら、まあ、この白がね、心配なのであれば、まずこう滑りとかでしっかりと根拠を持って収まっておきたいですね。はい。そしてま、黒がなんか他のとこにいたら、後々ですね、まあ、これつけて、まあ、例えばぶつかって切るとかね。はい。まあ、あとはこれ主張が良くなったら、こう跳ね出していくとかね。はい。こういう手を狙っていきたいですね。この黒の薄みを狙っていきたいですね。すぐやるかどうかは別として、ここを狙ってるっていうのがね、結構大事なんですね。はい。まあ、実際、ま、こう打って、まあ、黒ぶつかりで打ちましたけど、伸びぐらいで打っておいても全く、ね、黒は腹が立たないところですね。はい。まあ、ぶつかってきたので、まあ、ただ白の方も、ね、いきなり切ってきましたね。これは元気いっぱいですね。はい。まあ、ここで、右側の白もね、まあ、こんな風に打たれると、これ目がない形なので、まあ、黒も、まあ、今はね、はっきり目がないですけれども、まあ、お互いに怖い形ですね。すごい戦いになりました。ここで黒はしっかりとね、収まっていきましたね。で、ここで、まあ、この曲がりも非常にいいですね。これも、やっぱり取ってしまいますと、この絞りをね、食らってしまって、まあ、ここがまず欠け目になってしまうし、まあ、こっちの白も安定してしまうので、はい、この曲がりが打てるあたりもね、素晴らしいですね。はい、で、まあ、こうなると、まあ、右下は一段落しましたね。お互いにどっちも潰れることなく収まりましたね。さあ、そして白はここで打ち込んでいったんですが、これはちょっと急ぎすぎだったかもしれないですね。まあ、実際こう飛びの受けになって、まあ、進んでいたんですけれども、これはですね、手順を変えると白が受けた時に、まあ、これ黒飛ぶかもしれないですよね。この時に白ここに打ち込むかどうかということなんです。ここに入っていくのはね、ちょっと狭いところから入っている感じがしますよね。打ち込むなら、例えばこっちとか、あと狙ってみたいのはこの辺ですよね。まあ、この切りの具合がありますので、黒ちょっと薄いんですよね。例えばこの辺からつけていって、まあ、こう聞けばこう伸びていくと。
この辺から、ちょっと手をつけていくというのも狙ってみたいですよね。まあこれ外から押さえてくればこっちに跳ねていって、まあこんな形で生きていくような手も狙えます。はい。まあこんなところなので、まあ実戦はね、ここからちょっとやっていったのがどうだったか。まああとここに打ち込むということは、やっぱりね、右上の黒大きいですから、この辺で先に、まあこの辺に打っといてね、右上を牽制しておく方が、まあ自然な流れだったかなと思いますね。はい。まあ一回こっちにね、3連戦したということは、まあこれにはまず一旦ね、落ち着いて受けておいて、まあ次に、このね、模様を荒らしていく手を狙っていくという方が良かったかなと思います。で、まあ実戦は、ここで、そうですね。まあ、黒の方もですね、この並び、これは打たない方が良かったですね。まあ、こうやってここに打たれたんですけれども、ここにコスむなら、この並びはね、あんまりこう意味のない手になってしまってますよね。まあ、これは要するになんかね、こっちの方に白がもし来た後に、ここにね、入っていく手が狙いたいですよね、黒はね。まあ、これ手順わかんないですけど、この覗きが効くかどうかっていうのが、すごいこの左辺の、しのぎに対して大きい問題なんですよね。この並びを打ってしまうとだいぶ白安心してしまいますね。この左側がだいぶ白地になってしまいます。あとここに打つんだったら関係ないですよね。多分この覗きをね打ったということはここに打った時にねこの両覗きをね警戒するとか、まあそういうことだったのかもしれないですけどね。はい。まあちなみにそれはね大丈夫ですよね。まあここに打つ方がまず自然ですし、ここに来ても、受けていってね、まあ白の方が弱いですよね。こう4対1でね、黒がもともと囲んでるところですからね。はい、そっちもありますし、まあ、ここを当てて割り込んでいく手もあってね、こっち側も白も持たないですよね。はい、まあ、というわけで、まあ、この覗きを打たずに僕ならこの帽子の場所にね、打ったかなと思いますが、まあ、ただやっぱりね、この手でも白はちょっとこう狭いところから入ってきてしまったので、はい、まあ、普通はね、こっち側にこう伸び切っていければ、ちょっとゆとりがありそうなんですが、まあ、あとこの黒のね、壁が待ち構えてますので、結構黒の攻めが厳しい感じになっていきましたね。はい。まあ、ここら辺の白の手はですね、そんなに全然悪い手を打ってないんですけれども、ちょっとこう、なかなか目がね、目を作るのが難しい形になっていきましたよね。はい。まあ、これ黒のね、攻め方が的確だったかなと思います。はい。これは、白のしのりがどうこうというよりもね、黒の攻め方が素晴らしかったというふうに申し上げたいと思います。ただし、この手が、非常に惜しい手でしたね。はい。まあ、ここに打ってしまったので、この瞬間に白は生きになってしまいました。まあ、黒続けてここに置いたんですが、まあ、白はね、もうここに打っておけば、目ができてましたね。はい。これで、逆にね、白は綺麗に生きることができていました。黒は、まずここでですね、ここのね、目さえ取っておけば、上だけでは白二眼できませんから、こう打っておくのが良かったですね。ここに打っておけば、まあ、ここね、欠け目になってますし、ここで目を取りに行くとね、ちょっとここら辺の傷が、黒もちょっと怖いわけですけれども、はい。ここに打つのが非常に味のいい、目の取り方だったかなと思います。実際そうですね、これはちょっと、失着でしたよね。継がれた瞬間に白が生きてしまった。ところが、まあ、白の方もですね、ここで当て込んでいったんですね。これはまあ、当て込みに受けてもらって、こう打とうというイメージだったと思うんですけど、これはそうですね、打たなくても生きてましたね。はい。で、まあ、この瞬間に黒の方も、まあ、また切り返しですね。はい。こちらにいて、切りに対して下から当てていったと。そうですね、これが素晴らしい手筋で、再びちょっと際どいことになっていきましたね。まあ、切ってここがどうなるかなんですけれども、さあ、ここで白の方が繋いだんですが、これはね、これ抜きたかったですね。抜きの方が良かったです。これで例えば黒がこっちの方に、受けてきたとしますと、まあ、実戦もね、次ここに打ったんですけど、そうするとね、ここがありますね。こうやってここに目ができます。黒がこっちに来れば、この差し込みから切りが入れば、まあ、例えばこの辺がね、ありますね。まあ、もし黒を打つと、要石がね、黒落ちてますし、こう受けてればね、こう受けてくれば、まあ、繋いといて、こっちの黒が危ないと。いう形ですよね。まあ、つなぎでもこの切りから、まあ、先にこの出とかなんかやるかもしれませんが、例えば、まあ、こんな感じになった、まあ、例えばこんな感じとしまして、まあ、ここでね、この切りと、こっちの切りとかもね、あるので、例えば、ま、こんな感じになって、またこっち切って、みたいな感じになると、結構これ黒も怖いですよね。で、あとは、ま、白が取った時ですね。なので、黒はこっちに受けたらどうなるか、ということですが、これは押さえていって、で、まあ、この辺薄いんでね、黒は、例えばこの辺に受けますと、この覗きがあります。覗きから張っていって、まあ、これ覗いてきたこの灰まで打てるので、これは黒目が、白目ができますね。
まあ、こう受けてくればこのまま曲がりから、曲がりぐらいで目ができてますよね。はい、まあ、ただ、これ実際にはですね、こっちの方に黒が受けておけば、まあ、こんな感じで打ってね、この2目を捨ててこっち側に打てば、まあ、一応この体積は取れてそうですかね。はい、ただまあこの黒薄い形でね、結構なんでしょう、黒もこの後ね、正しくこの白を取るには結構怖い形でもあったので、白はまあとりあえずこの抜きで打ってみたかったですね。はい、これだと、結構分かりやすく白が取られてしまったかなという感じですね。で、まあ、この後、切っていって、まあ、そうですね、白はあとこの黒をなんとか、まあ、逆に取ってしまわないとこの白はねもう復活することはできない形なので、頑張って攻めていかれましたが、まあ、黒の方がねがっちりと受け切っていけられましたね。はい、まあ、ただ白もね、その後のこの構えたというかこの下がりとかはね、本当にこう綺麗な形で、まあ、実力をね十分に感じることができますね。はい、ということで、まあ、黒の方はねこの碁を見る限りではやはり大模様を張って攻めていくのがお好きなんだと思いますし、まあ、十分に、その力を発揮されていますよね。まあ、ぜひこの強みを伸ばしていっていただければなというふうに思います。白の方はね、まあ、これ内容的には本当素晴らしかったです。まあ、上辺もねもうほぼしのげてましたから、まあ、非常に悔しい思いをされたと思いますけれども、まあ、全体的に形も綺麗ですし、こう感じるのがね、こう打つ手の意図が明確に伝わってくる手が多いので、その辺がねすごくいいなと思いました。これからどんどん上達されていくんじゃないかなというふうに感じます。さあ、それでは、もう一曲の方に行ってみたいと思います。今度は黒が、ミサオ2467さん2段の方、そして白が千徳さん3段の方という対局ですね。見ていきましょう。お、これはあれですね、一時期、まあ、大変話題になった、まあ、ブラックホールってやつですね。まあ、白が打ってるんでホワイトホールですかね。はい、まあ、こう宇宙を感じさせるね、こう真ん中への、はい、打ち方ですけれども、まあ、この位置に打つんですね。この 7の5ですか、はい、この位置に全部打つっていうね、はい、非常に面白い布石ですね。まあ、これ一時期張宇先生とかね、蘇耀国先生とかが NHK 杯とかでも打って話題になりましたね。はい、そして、白いいですね。この辺の打ち方非常にいいです。こう覗きから、ここに打ってこの黒のね蘇耀を誘って守ると、はい、これが石の調子というやつですね。この辺の打ち方を見る限り相当お強い方っていう感じがしますね。そして、まあ、黒のねこの5線に打った手なんかもいいですね。まあ、これ普通一般的な感覚だとねこの4線に行きますけど、やっぱり帽子がねこの碁ではぴったりになってくるので、はい、それを防いでこう上に行ったという感覚がいいですね。まあ、これでも白は帽子していきましたね。さあ、ここで一点白はね隅に潜っていきました。この辺面白いですよね。最初にこう上に打っておいて一点してこう地をね白が取っていってるというね、はい、逆に黒の方が真ん中を意識しているというね、はい、面白い展開ですね。さあ、そして、まあ、この辺の黒の打ち方、これも非常にいいですね。ここに壁を作らせておいて一気にそれを消しに行くというね、この手がすごくちょうどぴったりのねタイミングの嵐になっていくので、はい、まあ、これ逆に言うと黒は素晴らしかったんですけど、白がですね、これ僕だったらここには打たないですね。はい、これまずこの黒はそんなにもう何ですかね、こう弱い石ではないですよね。はい、なので、まあ、この桂馬はどっちかというとなんかこの黒に対して攻めてるような手なので、僕だったらこうは打たないですかね、この局面では。はい、まあ、まずこの辺に打って一旦この隅がやっぱもう大きいですから、はい、ここに打ってちょっと布石を組み直しに行くかなという感じがしますね。はい、自分だったらそう考えます。うん、まあ、ちょっと黒のこういい手をちょっと誘発してしまったかなという感じですね。はい、これは黒好調ですね。さあ、そして、ここに覗きからいきなり切っていったこれがですね、うん、これも僕でしたらやらないですね。ここはですねやっぱりね、うん、石を切るっていうのは結構難しくて、石を切るとまず自分の方もね切れてる形になるので怖いっていうのと、あとやっぱり切っていく手っていうのは地が増えないんですね。地が一目も増えない、ところなので、まあ、非常にこうリスクが大きい、手なんですよね。まあ、あとやっぱりこれ切っても、あと黒、こっちの黒もこっちの黒もそんなに弱くなくて、逆にこの白の方が弱い形ですから、この場合は、まあ、まだちょっと早かったかなという、まあ、狙いは狙いなんですけどね、ちょっと早かったですよね。これ僕でしたらまずまあ理想としてはね、なんかこんな風に打ってこの辺を、まず収まっていきたいところ、そして、ここに黒に守らせたいという風に考えます。
はい、この断点を守ってくれればもう満足ですよね。こういう手が逆にその黒が守っただけで地が1目も増えてない、まあ1目もっていうことはないですけど、はい、まあちょっとしか増えてない、そしてまあ白がねこんなに打った手は地が増えてますよね。はい、こういう自分の方が地が増えて相手がこうダメ番に打たせるっていうのが、これがやっぱ碁の戦略として非常に、有効な場面が多いですよね。こういう、こう守らせるのが気持ちいいというふうに感じるようになってくると、高段者への道が開けてくるんじゃないかなというふうに思いますね。はい。実際ちょっとこれは請求だったかなという感じですよね。まあ黒のこの手も非常にいいですね。はい。そして、ここら辺のね、黒の打ち方も非常にいいですね。白は、まあ、ここで、そうですね、伸びくらいだったかもしれませんね。こっちの方が良かったかもしれません。この当ててかけすぎがね、すごいぴったりの手になってきましたね。はい、こうなると、ちょっと白は、ちょっと苦しい感じになりましたね。まあ、実戦このようになって、この白はちょっと取られてしまった感じですかね。まあ、ただ、やっぱりこれ取られちゃいかんということで、もう一回ね、動き出していきましたね。さあこれがどうなるかですけれども、まあ、黒もね怖いですよね、こういうところ動かれると。さあただここで黒ね、ここに打たれましたが、この手は必要なかったですね。はい、ここは別に打たなくても切れる形ではないのでつなぐ必要なかったですが、ただ怖いのはね、この黒の目を取られてこの白との攻め合いにさせられるっていうのがね、黒としては怖いですから。なのでこれ守るとしたらここでしたね。ここに打っといて、ここに目を作ってね、もうこれもうほぼ 100% 生きですから、はい、こう打っておけばもう黒盤石の体勢だったと思いますね。もうこの白はね生きがありませんからね。はい、実戦は、まあ、白一旦ちょっとこっちの方に、なんかちょっかいをかけていったんですが、こっちの黒と攻め合うのはちょっと大変ですよね。はい、やっぱりこっちに行きました。でね、ここ結構ポイントがあるんですが、まずここでこっちから詰めましたけれども、これこっちから押さえて詰める方がいいです。なぜなら、この羽がね一発効くと手数が伸びるんですね、黒。はい。まあ、これちょっとやってみましょうか。まあ、この後ね、白ここ下がったんですが、これ羽で、詰める方が良かったですね。はい、ちょっとやってみましょう。羽ついで、ついで継ぐという形がいいですね。まあ、これはね、これだけの大きい攻め合いは、まあ実戦だとね、読み切るのはもちろんすごく大変なんですけれども、はい、まあ検討なんでね、はい、全部詰めてみましょう。はい、どうなるでしょうか。詰めて詰めて、いや、まあこの打ちだめはね、最後まで詰めないっていうのが大事ですね、お互いにね。さあそしてこのようになっていきまして、ここでなんです。ここでこの羽がね働いてくるんですね。白ここに入れない形なので、まあ一回こう緩めないといけないですから、黒がここに打つ手が間に合ってますね。はい。まあ、これで全部取ることができるという形なんですけど、結構でも紙一重ですよね。はい。なので白がこっちから押さえていればね、ここですね。ここ押さえておけば詰めれる形だったので、そうするとね、ここ、石になってましたよね。石になれば、ここの黒字が全部なくなるわけですから、まあ、白にも楽しみが出てきましたよね。まあ、ただ、黒はですね、そう打ったとしても、こっちじゃなくてね、こっちから詰める方が正しかったかもしれないですね。まあ、正しく詰めていけば、やはり黒が勝っている形かもしれませんが、この大きい攻めをね、正しくお互い詰めるの結構難しいですから、はい。まあ、こっちから抑えていけば、まだまだ難しかったんじゃないかなと思います。まあ、実戦は白はですね、こっちの黒との攻め合いを目指したんですが、これはちょっと、こっちの黒との攻め合いはね、ちょっと大変でしたね。はい。これは取られてしまって、まあ、あと、いろいろね、この後仕掛けていきましたけれども、まあ、黒の方はすごい的確に受けられて、そうですね、こうなるともう盤石の体勢ですかね。はい。まあ、この後は、しっかりと受けられて、まあ、黒の方が勝たれたという形になりましたね。はい。この後は本当にですね、白の方のね、まあ、ダイナミックな布石ですね。で、そこから地へ転換していく、この自由自在にね、こう打ち回していくところにですね、かなり戦上手だなというふうに感じました。まあぜひですね、まあこう楽しんで、もう本当にね、これ楽しんで囲碁を打たれているっていうのがね、伝わってきますよね。はい、ぜひ、これからも楽しんで打っていっていただければなというふうに思います。そして、黒の方ですね。まあこれ本当戦いになった時に的確に、石が急所に行っています。二段ということでしたけれども、もうこれもどんどんね、昇段されるんじゃないかなというふうに感じました。本当にお強いです。ぜひこれからも頑張っていってほしいなというふうに思います。
はい、ということで今回は以上です。まあ、これ YouTube でですね、囲碁講座をご覧になっている方は、まあ、ほとんどの方がね、横浜囲碁サロンさんご存知かと思いますけれども、まあ、まだご存知ない方はぜひそちらの方も合わせてご覧いただければなと思います。まあ、この寄付のね、元になった大会の模様やその詳しい経緯とかもね、ありますので、ぜひそちらの方も合わせてご覧ください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメントぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。